ごけんチャンネル渡辺健吾です。今回の動画は、うちの事務所の近所の名前言ってもいいですか？いいです、いいです。太田さんに来てもらって、以前も1回出ていただいたんですが、2回か、出ていただいたんですけど、今回もちょっと、お呼びいたしました。で、今回の内容は、世の中だんだん AI とかなってて、で、チャット GTP をです、ね、いつから使っとんかなと。ざっと。いや、ざっとだったら、出始めからスマホレベルでは使ってたし、本気で使い出したのは半年ぐらい使ってて、使ってて、で、僕が前、太田さんと1ヶ月前くらいご飯食べて、ために行って、その時に、チャット GTP 使わんといけんよみたいな感じで言われて、で、とりあえず僕、今日まで無料版使ってきた中で、その辺をこう、いろいろ、話をしていこうかなと思うんですけど、でつい、一昨日か、Apple がまたなんか新型の iPhone16 とか出して、で、Apple Intelligence とかがもうアメリカとかではすぐローンチされるみたい で、日本も来年からローンチされていく中で、どんどんこの AI の勢いが増していくだろうと、これはまあ間違いないと思うんで、まあ、その辺で。話していこうかなと思うけど、ここから質問書いてると16は行くんですか？行くん？なるほど、行かないです、ね、行かんの？なんで？そうそう、僕は、多分言ったことあると思うんですけど、基本奇数しか行かないんです。あ、そうか。そうですね。あ、だから飛ばすんですね。去年15買ったから、来年15買って言われて、本当は、その間にアップルウォッチを買う年なんですよ、今年は。ただ、だからウルトラだし、ウルトラは色が増えただけだから。そうなんです、残念なんですよ。だから今回見送りですね。あ、なるほど、なるほど。iPhone、15? はい、はい。太田さんの。です、そうです。アップルね。は、インテリジェンス、アップデートじゃない。対応してたと思う。するらしいよね。そうです、15以上でしたね。ですよね。ですね。他も行かんと。他も行かん。本当は行きたかったけど、もしかしたら来年ダブルで行かんといけんのかなと。なるほど。それはとんでもない、ね。さあ、まあ、太田さんは、アップル製品散々男なので、そう。僕とかに全然使ってない。いや、それはないですね。そうそう。それはちょっと残念。ウルトラが出なかったので、3出てほしかったですけどね。そうね。確かに確かに。まあ、でもこの2が結構来とったもんね、ワンで。難しい。僕はワン。ワンワンですよね。それともう一個聞きたかったのが、iPad の最新の Apple Pencil とか使ってない？使ってない。逆にペンシルは持ってるけど、最新のやつ？最新じゃない。僕も前のやつはもう使ってたけど。そうなの、逆に渡辺さんの方を使ってます。どこにはなくて、どこかそうか、タイピングだ。そうそう。これだけですね。使いこなせたらいいんですけど。なんかあれ、すごい。使いやすそうだね。ああ、いいです。なんかね、今までなんかこっちでやっとったけど、この画面の横に出たりして。使うシチュエーションも自分であんまなくてね。ああ、必要な。そう、なんか今年の秋は静かな。そうなんだけど、まあ、節約っていうことで。ほんで、チャット GTP ですが、で、僕も、あれからすぐ、この Mac のドックに入れてて。はい。ああ、そうね。アプリですね。そう。あ、これ、あ、そうか。ブラウザで動かしてます。僕はアプリで入れてて、今無料版で。で、どんなことに使ってるかというと、なんか、いやらしいやつねえよな。いやらしいやつはない。いや、俺、これ繋げてないけど。ホームページのアクセスの増加方法とかを聞いたり、こっち繋いだ方がいいと思うけど、え？こっちを繋いだ方がいい。いやいや、まあ聞いてみたら履歴ね。チャット GTP に。で、あとこの間プサン行った時の飲食店のおすすめ。ここ日本国内だったら食べログとか充実してるけど、プサンのその飲食店とかを聞いてみたり、あとインスタグラムのコメント、自分のコメント、チャプション。はいはい。を聞いてみたい。例えば、九州、宮崎で、何々神社とか行って、で、それを、インスタグラムのキャプションに、キャプションに、なんかいいの、例えをちょうだいとか、そういう、あと、YouTube の、昨日か、
あの私の音源チャンネルでアップした大分宮崎のサムネイルを聞いたり、うんうん、サムネイル聞いた時どういう返事を聞くんですか。あのまあまあそこは普通に、うんうん、あの目立つような、うん、あ これは参考にしたタイプ、うん、画像は出てこないでしょ。画像出てこない、うんうん、逆に有料だったら出ろ画像出る、まあ、うん、あそれに特化したのとかありますよね。そう僕の無料だから画像は出なかったけど、うんうんうん、これが参考にさせてもらいましたよ、うん、チャット GPT に、大分宮崎の YouTube これからアップするんだけど、うん、どんなサムネイルがいい、うん、いいですかって聞いたら、うん、パワースポットやご当地グルメとかいうワードを入れたらいいんじゃないですかって言って。なるほど、うん、使い方はもう僕なんかね本当になんでだね、でもそういうのに使うのに適してて、まあ、本当に SNS の投稿に使う人が多いっていうのを聞くんですよ、はいはい、で僕は逆にそういうのはあまりしてないから、はいはいはい、仕事にしか仕事メインでやってるから、そういうのはないけどいいですね、そういうの、うん、だから僕の方が多分そのまあ太田さん今自ら言われたように仕事向けの使い方で、うんうん、僕多分個人向けのあれだよね、うん、多分そうね、うん、素晴らしいですね。でだから、うん、今のところこの無料版でも結構満足してて、うんうん、そうですね、聞けば今のところ十分な感じで、これ、有料版にしたら月が、ここ20ドルって書いてるけど、うん、日本円4000円ぐらいだと、ね、あそうかそうか、うん、あそうか、うん、4000円ぐらい払う、うん、そうですね、うん、だから僕のやつはこのチャット GPT パーソナルっていう、うん、が無料なんですかね、かな、うん、で多分、うん、太田さん、あ違う、プラスかプラスっていうやつがお金入れる、はいはい、あ、ほんでここだと2個あるな、パーソナルとビジネスですね。こちらに僕何色持ちってこれ僕より無料の方が出てますね。あ、そうなで、私がまあ、うん、そのチャット GPT を使い始めて1ヶ月ちょいで何をまあやったり聞いたかというと、これ丸亀の猪熊源一の現代美術館に写真撮りに行った時に、まあ、僕写真撮り好きなんでね、うん、インスタにアップするのにそのテンションが高い時には、うん、自分でそのチャプション、うん、キャプション、うん、セリフを思いつくんだけど、うん、テンション低い時に、うん、なんか思いつかんのなんか考えるも考えるそう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 、ほんでチャット GPT に聞いてみようと思って、ほんで丸亀市猪熊源一の現代美術館をインスタグラムにアップするのにどんなキャプションがいいとかズラ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 ってこう出てきて、でまあ美術館の特徴や魅力とかバーッと出てきて、でそれに対して僕また丸亀市の現代美術館の建築の魅力やで2回目の質問を当てるんですよ、うん、そしたら谷口義夫の設計空間のやつですとか、ね、これ全部出てくるんで、うん、で、うん、ここでもう1回質問を僕もつけて、うん、ハッシュタグは何がいい、うん、ハッシュタグを使うときは以下のハッシュタグ、すごい、だから丸亀市とかこういうの使いなさいと、うんうんというのも、うん、手取り足取り、うん、あんで ライカ Q3 で撮影したんで、うん、美術館のライカ Q3 で撮影しました、インスタグラムにアップするときのハッシュタグはいいから、うん、全部こんなこんなことまで、そうカメラのハッシュタグまで考えてた、そう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 、聞いたり、すごいすごい、この間釜山で行ったときに、うん、日本国内だったら食べログとかなんで、うんうん、まあ、さっきも言うたけど釜山だったら分からんのね、うん、こういうおすすめのレストラン聞いてみたり、うん、あとは、僕音楽好きなんで、うん、1980年から1990年、うん、ハードロックヘビーメタルバンドいっぱい教えてて聞きました、うんうん、これはなぜ聞いたかというと、うん、Spotify で、うん、やっぱり僕あの頃聴いてた音楽、うん、じっくり聞きたいなと思って、うん、自分でプレイリストを作ろうと思って、うん、ほんですぐに番組を僕も思い出せないから、うん、こういうふうにちょっとザクッとこう叩き台を、うん、うん、作ったり、うん、でこうブログ書くときにこういうの聞いたりとかね、うん、神戸のバーグに行きました、とても素晴らしい空間でした、そのことをブログに書きたいなんですが、うん、いい文章が思いつきません、うん、教えてください、うん、ただこのように、うん、アイデアをお手伝いしますというので、うん、
やばい。でちゃんとこうありがとうございますって書いたらいつもこうどういたしましてって書いてくるね。わかる。ね。言っちゃうんだよね。だから僕も丁寧にした方が、うん、なんかチャット GPT が優しくしてくれるんだと思って。そうね。いつも見てる僕も。ほんま。僕にも書いてる。いや、なんか前回の晩御飯の時にそういう風にした方がね。そう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 。僕はええように思うよ太田さん。太田さんとして。そう。僕もやってる。うん。そんな感じでね。iPad で、うん、新幹線とかの時 iPad の方があの軽くて楽だから、うんうん、ま、あの iPad で Final Cut のアプリが出たんだけど、うん、どのくらい使えるんかなと思って、うん、でまあ、最初は iPad で Final Cut 使えるって聞いて、うんうん、でなおかつ僕がいつも音楽を使ってるあの、うん、iPad で Final Cut を使う時に、うん、エピデミックさんとあの YouTube に音楽入れるやつね、それも使えますかとかいうのもすぐ教えてくれます。すごいですね。でこれがさっき言ってた今回、昨日発表した大分、うん、大分宮崎のパワースポットで美味しいものを食べてきました、うん、それを動画編集いたしまして YouTube にアップする時のサムネイルを教えてください、うん、それはこのように、うん、この美味しいご当地グルメ紹介とかあるから、うん、なんかテレビ番組みたいな、うん、あれ言うんやなと思って、うん、まあ結局それが万人に受けるんやろうな。でこれも同じくありがとうございますって書いた、うん、どういたしまして、うん、また何かお手伝いをまあまあこれの答えが多いですね。いつでもお知らせください、うん、YouTube の動画作成楽しんでくださいねって書いてる、うん、なんか人なんかね、そうそうそう、信頼関係ができてくるみたいなね、うん、がまあ大体、うん、使い方でしたね。なるほど、はい、あとは、うん、でも画像を作る練習で適当にやった例がこれすげえらしいな、うん、いやっぱこれはね、うん、ここに出てますけど、はい、ダリーっていうなんか呼び方がなんか違うんですけど、はいはい、まあいわゆるちょっとした機能追加、チャット GPT の機能追加で画像に特化した機能を、うん、ダリーじゃない、ダリーっていうらしいんですけど、うん、まあ、これにタンポポがたくさん咲いているっていうのをやった時に、はい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 、面白いのが必ず2個どっちがいいですかって聞いてきてるんですね。でこんな感じのが出てきました。で野球の棒キャッチボールって書いただけだからラグビーボールできたんですよね。それを野球のボールに変更してくださいって言ったら、このちょっと野球のボールに変わったバージョンが出てきた。で次にもう少しキャッチボールする距離が近すぎるから伸ばしてくれると言うと、なぜかのちょっと方向は違う方向を向いたんですけど、こういうのが出てきたというのが、これ面白いなと。デフォルトはやっぱり英語なんですね。ですね、そうそう、うん、ただ日本語で解説してくださいと本当にすぐできる、うん、っていう感じでやったんですよね。これとかだからこれも有料版だもんね。有料版ですね。無料で出てるね、そこまで。何もこれうちなんかランニングイメージ写真とか結構作ることがあるから、これをちょっとやった履歴があるんですけど、もう一回言ったらダメか。いや、こんなんでもイラスト頼んだらタコつくよですね、うん、今も同じ履歴出して画像作成します。ちょっと、ね、時間3秒でわざかな。ああ、ちなみにちょっとここの Wi-Fi 環境ちょっと遅いんで、うん、時間かかってますけど、もう一回同じ質問を、ちょっと前回の履歴がなかったので、はいはい、この同じ質問を投げてみたら、はい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 、今こういう画像が2つ出てたんですよね。これ僕毎回チャット GPT して面白いなと思うのは、はい、今日、うん、同じ全く質問したのに、うん、違う結果が出てきた、うん、この間見た時はこんなんじゃなかった、うん、っていうのも、まあ、本当に人工知能的な感じだなっていうのは思うんですね。でまあ、こういうのも、まあ、ちょっと時間かかるからですけど、うん、もっと人数減らしてくださいとか、いろんなやり方で、まあ、ある程度仕事に使えるような画像ができる。しかも、まあ、ここで作ったも著作権とか問題なく使っていいというのが欲しいので、そうそう、だから普通に使えるんですよね。まあ、ちょっとね、ランニングたくさん走ってる人とこんな感じで出てくる。便利。音楽とかも作成してくれるんですか？できるんですけど、それやってないんですけど、音楽もイメージ言うと何秒、冒険チャンネルに合う、あ、できる、できる、音楽できる、作曲できる、できる、やったことないんですけど、ただこういうふうに画像に特化したダリーみたいに、はいはい、音楽に特化したのがあるんですよ、うん、
ですよ。いや結構奥深いんだな、有料版だったら。そうそうそう、それをやると10秒ぐらいのなんとかのオープニング発表にやってくださいってできるし、聞くと編集もしてくれるし、今ある曲を与えてこれになんか似たような何秒以内に収めてすごくいいですよ。今僕そのエピデミックサウンドっていうやつで YouTube の音楽を挿入していっとるんやけど、あれ今円高で毎月2000何本払ってるから、そんなにする、もう別にこれで作ってくれない、全然いいですよ。結局やったことないけど今出せないけどね、またやってみたいですね。そうそう、音楽できるのもありますし、それこそまあこれの時にこれなんか逆に野球のチームとかに仕事を依頼してた時にちょっとロゴ適当になんか見えない、まあまあまあいいでしょう、いうのを作る時にちょっとイメージロゴを作るのもこういう感じで、あ、チーム名は何やら何やら正方形を作成し、で可愛い感じはやめてくれと。で書いてたらこんな感じで出てきますね。なるほど。でちょっといかついもんね。です。それで多分僕が思ったのはこのカタカナが文字化けしたんですね、ここが。なんで黒と黄色ベースで再度お願いします。中間が今度はローマ字変えたら、まあ、ちょっと O が一個多かったりするんですけど。これチーターかなんかな。でしょ、僕はチーターってなんか、ああ指示したんだ、そうそうそう、チーターをイメージしてる、書いたらこんなの作ってくれて、でこれ今回思ったのはこれを編集したかったから、イラストレーターのデータでって言ったらイラストレーターはダメですという返事が来るんですよ。アドビとかあれなんだよ、なんかあるの、そう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 、そういう絡みもあると思う。でこれはベクターデータっていうあの SVG っていう今流行っている SVG だと吐き出してもらえます。でこれで吐き出して修正いうことはやるのができるみたいな感じですよね。これもまああの仕事で十分使えるなっていうレベルな感じですね。この間焼肉食べながらは、あのこういう感じで話してたわけだけど、また実際見たらまた全然そうなんですよ、違うな。でももちろん今成功例ばっかりやってますけど、失敗も実はいっぱいあって、まあ全部が全部完璧にはできないですね、さすがに。でこっちも質問のやり方に慣れてきて、そうなんですよ、それが上手じゃないといい回答は得られないし、本当は簡単のより実は奥深くて使いこなすのはめちゃくちゃ難しい、っていうのも僕の最近思う、僕のなんかもうこれちょっとまあ Google の、Google のちょっと違う版みたいな、切り口ちょっと違う版みたいな感じだな。結局 Google に検索みたいな感じなんですけど、それ以上のことを、まあ、たくさん返してくれるんで、まあ、特にこのインスタグラムのキャプションの提案とかいうのは Google じゃなかなか、その、キャッチに寄せてくれんよね、その行った現場とか入れても、そうですね、まあ、途切れ途切れに検索するんじゃなくて、まあ、つながりでずっと回答を得ていけるのが会話形式、なるほど、いいな、会話形式、まあ、まさにチャットですね。そうです、そうです、あ、そうそう、そんな感じがやっぱり Google とか Yahoo とは違うなっていう、なるほど、ところですね。なるほど、じゃあまとめに入ろうかな、で、あの、まあ、今日 Mac であれしたけど、iPhone じゃ使ってない。あんまり使ってないですけど、時々人に頼まれて、ちょっとこの文章おかしくねえかな、まさかうちの奥さんとか、ショートメール送られてきたら、それをコピーして、チャット GPT のアプリに貼って、出たのを貼り返すみたいなことはたまにしてる。あと、あの、iPhone でチャット GPT 使ってる人が、便利だな、あのボイスでやってるから、それがいいですね、それはいいと思う。ただやっぱ今みたいに僕長いケースが多いから、あ、なるほど、あ、そう、まあ仕事はね、そうそうそう、短文のちょっとしたとかは、あ、なるほど、十分いけると思う。で、あと半年使ってる太田さんにこれも聞いたんやけど、そのチャット GTP が太田さんのインスタグラムとかフェイスブックとかにも紐付けさせられる機能ができるんですか。例えば、太田さんの、あのチャット GTP が太田さんの SNS を覗いたら、大体指向性が分かるじゃないですか。
そういう紐付けとかできる。いや、それがね、うん、今聞くとできそうなんですけど、うん、本当にできるかどうかも。あ、一応調べてみた。いやいやいや、調べてもないし、どうやってつながるのかっていうのも分かんない。多分今はできないんじゃないですか。あ、さっきのそのアドビ問題、いられが、イラストレーターができないと一緒で、連携ができないと思いますね。できたら当然もうみんなやってると思うし。そうやな。あ、それはもう、まあ、本当はやるべきようなことなのしようなのかもしれない。でもそれできたらすごいよね。すごいでしょ。それは全部データいくから、うんうん、まあ、その人のことが分かるし。分かるよね。でも、まあ、結構 AI の会話アプリとか、はいはいはい、あるじゃないですか、うん、あれとか本当その人の人柄をどんどん理解して、うん、趣味とか。なるほど。いうのはありますよ。でもチャット GPT もある程度学習してきてくれるんじゃない、うん、あ、そうそう。ただこれの場合は一つ一つ切っていくと新しくニューになっちゃうから、うん、それちなみにあの会話のコトモっていう、あ、コトモ、コトモ、あれすごいですね。あんまりドハマりすると人と喋らないみたいなね。でもまあ、うん、これもいろんな障壁があるけど、うん、そのアップルのインテリジェンスって、うん、ハードはアップル社じゃないですか、うんうん、でそのインテリジェンスはアップルが、まあ、うん、そういう AI のソフトをやろうとしてるけど、うんうん、で自分のハードの中にインスタグラムとか、うん、X とかが入っとるから、うん、ああ、ね、ああ、全部見るんだろうね、のどこ思うから、うん、だからそこがまあいろんな障壁があると思うけど、うん、あると思いますね、障壁があると思うけど、うん、そこを乗り越えるともう全部入ってくるもんね、本当そうなると、うん、もうちょっと感覚的には怖いイメージもありますよね、まあ、ね、もし漏れたりしたら、ね、だからまあ、うん、その辺もなきにします、うん、だって、うん、あのインスタグラムとかグーグルとか絶対情報言っとるじゃないですか、例えば、うんうん、僕が、うん、なんか車のあのことを調べたりしたら、うん、インスタグラムの広告にそれが出たり、だからそれの、うん、それのもっと、うん、なんか、うん、もっとプライバシーに寄ったような感じですよね。そう、そう、それも今も許可するかせんかっていうのもありますけど、まあそうよね、大体許可してるから似たようなね、自分の趣味も出るよね、ものが出ますね、うん、なるほど、その時代ですよね、それで、ね、ということでチャット GTP すごい便利なんで、そうですね、最後に、うん、太田さんといつも YouTube 撮った後にはご飯食べに行くんで、うん、どう聞いたらいいかな、酒を飲まない、太田さんは、うん、あのほぼ飲まないんで、うん、酒を飲まない、おじさんと、うんうん、酒が好きなおじさんが、うん、晩ご飯食、晩ご飯にしよう、うん、で、あ、おすすめの、おすすめの飲食店あるかでしょうか、うん、岡山市で、岡山市、岡山駅周辺とか行ったら駅周辺とか、そうやな、駅周辺、うん、のおすすめ飲食店、うん、おすすめ飲食店、どう出るかな、4時から空いてる店にしようかな、まあそうですね、今はまだ3時半なんで、うん、これいつも早い、健康だという、そうそうそう、健康な生活してるんですね、愛店で教えてください、うん、答えがどう出るか楽しみですね、いきますね、うんうん、はい、落ちります、うん、やっぱネット遅いからあれやね、うん、あのいつも俺家でやってるより遅いやつ、うんうん、これがまたいいですよね、考えてくれる、考えてる、うん、考えてるマーク、うん、結構難しいかな、
難しいかもしれない、酒を飲まないおじさんとか入れたから、うん、まあそうね、これがちょっと難しいやろな、多分、まあ、こういう質問いいと思う、うん、酒を飲まないおじさんと酒を好きなおじさんが、うん、これ普通の人に聞いても難しいな、うん、考えたい、考えたい、うん、タイムアップもあるからね、あ、ほんま、あります、俺まだそれ見聞いて、タイムアップの時は Wi-Fi が遅い可能性がありますね、まあ、そう、タイムアップしてももう一回聞くと答えてくれるから、うん、これで今日、うん、俺らが考えてるのが今2店舗あってそれが出てきたらびっくりするな、焼き鳥の方も4時、4時でしたっけ、4時開いてるでしょ、いや、西口行ったら3時から開いてる、ああそう、でもう一個の方だったら1時間前だから、うん、まあ、ポチポチ電話せんといけないから、ああ、予約とか、タイムアップか、うん、確かに、4時16時にした方が良かったかもしれない、4時にしてしまう、あ、4時はダメかもね、あ、うん、そうやな、午前中見ちゃう、これ今からここで修正できる、これできると思う、あ、でも行かないよ、いや、ここ行けない、あ、ここ、そうそうそう、これをせ、うん、これでこれ直してもう一回さ、あ、もう一回、そうそうそう、あ、そう、16時にしよう、うん、4時はねえかもね、そうだ、うん、ちょっと僕が4時って入力したんで、午前か午後かわからないんで、今16時に打ち替えました、うん、お、タイムアウト、もう一回やってみてもらっていいですか、もう一回実行する、うんうん、はいはい、うん、ゲットしてみました、ああ、あるな、あるあるある、あれ、はいはい、うんうん、カフェ、カフェな、健康志向の酒飲まない人だから、うーん、ああ、なるほど、30秒ちょっとで今答え出てきてます、うん、うん、ああ、やっぱり知ってるここ行ったことないけど、全国チェーンね、これずっと開いてるんだ、あ、そう、うん、全国チェーンか、そうそうそう、やっぱり酒飲まない人入れてるから、ノンアルコールドリンクとかメニューも数的とかね、まあこの程度ですね、とりあえずね、うん、まあ、もちろんどんどんこれに対して、あ、まあ、繰り返すな、いろんなとこが出てくるか、ただ3つができました、うん、で、おそらくシュランクで良さそうね、あ、これ見たことある、あ、そう、なんか これ多分西口じゃない、あ、そう、徒歩10分程度、駅から、ね、うん、全部駅から徒歩の10分とか5分とか書いてます、うんうん、まあね、これ表帳10分で行けるか、表帳どこが違うか、うんうん、なんか酒の、うん、飲む人と酒好きな人って入れたから、うんうん、ノンアルコールドリンクとかそういうお酒を飲まない方もゆったり過ごせますって言って答えが返ってきました、うんうん、なるほど、じゃあ太田さんに丁寧にお返しありがとうございます。そうですね。そうですね。お、相手は人間、賢い人間。そう、人間と思うんだな、うん。参考になりました。返事もね、何が返ってくるか楽しみですね。何が？お礼の後に何で返ってくるか。ああ、まあね、うん。どういたしまして、お役に立てて嬉しいです。深谷までの食事を楽しんでくださいね。また質問があればお気軽にどうぞということで。で、今回の動画は、これで終わりたいと思います、チャンネル登録とかお願いします。で、また太田さんには、こういうアップル製品ネタとか、1年に1回ぐらいね、そう、いや、まあもっと出てくれてもいいけど
フライターがちょっと飽き、もうちょっと飽きたらしいです。飽きたらしいんで、また、うん、言うて iPhone16 買うかもしれないし。まあ本当に今回はない。予約はしたからかな。ですかね。明日ね、金曜日からかな。ですね。うん、ということで、また次回の動画までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それでは。